ジュリアン・フランシス・エデルマンは元アメリカンフットボール選手。NFL のニューイングランドペトリオッツに所属していた。ポジションはワイドレシーバー及びパントリターナー。なお、ケント州立大学ではクォーターバックとして活躍した。エデルマンはカリフォルニア州レッドウッドシティに生まれた。両親はアンジーとフランシス。父方はユダヤ系の家系であったが彼自身は クリスチャンとして育った。近年のインタビューでは彼自身はユダヤ人であると答えている。カリフォルニア州ウッドサイドにあるウッドサイドハイスクールではクォーターバックとしてプレーした。高校で最高学年だった2004年、所属していたワイルドキャッツは13勝0敗という記録を残した。高校を卒業後、カレッジオブサン・マテオに1年所属し、 ケント州立大学に転学した。ケント州立大学では経営管理論を専攻した。ケント州立大学でもクォーターバックとして活躍した。ドラフトまで2009年のドラフト前のスカウティングコンバインには招待されず、3月12日のプロデーで40ヤード走で4.51秒、ショートシャトルランにおいて3.91秒の記録を出した。 この3.91秒はこの年のスカウティングコンバインの最速記録3.96秒よりも早い。その後、ドラフト前のプライベートワークアウトを実施したニューイングランドペートリオッツに7巡目23位でドラフトされた。4年契約で総額156万ドル、48万7千ドルの契約金を含むものであった。2009年シーズンプレシーズンのイングルス戦で、 エデルマンは75ヤードのパントリターンタッチダウンを記録した。公式戦では、ウィーク1の試合を足首の怪我で欠場。プロ初先発は、ウィーク2のジェッツ戦であった。この試合は、ウェスウェルカーが2007年に加入後、初めて欠場した試合でもあった。エデルマンは8キャッチ98ヤード、2回のキックオフリターンで38ヤード。 一回のパントリーターンで2ヤード、合計で138ヤード記録した。テネシータイタンズ戦で腕を骨折し、ウィーク10のコルツ戦で復帰した。この試合で、トム・ブレーディからのパスでプロ初タッチダウンレシーブを記録。ウェスウェルカーがテキサンズ戦で足の人体を断裂し戦列を離れた後は、エデルマンが代役を務めた。 10キャッチ103ヤードの記録を残し、初の100ヤード声を記録した。レギュラーシーズンの記録は、37キャッチ359ヤード、1タッチダウン、パントリターン6回キックオフリターン11回合計で304ヤードであった。ワイルドカードプレイオフのレイブンズ戦では6回44ヤード、2タッチダウンを記録。ルーキーが、プレイオフで2つのレシービングタッチダウンは、 1995年シーズンのデトロイトライオンズのデイビッドスローアン以来である。ペートリオッツは14から33で敗戦し、シーズンを終えた。2010年シーズンこの年は、2人のルーキータイトエンド、アーロン・ヘルナンデス、ロブ・グロンホースキーの大活躍により、エデルマンは出場機会が減り、ウィーク15までで合計わずか4キャッチ14ヤードであった。 ウィーク17のドルフィンズ戦では、ウェソエルカー、ディオン・ブランチ、アーロン・ヘルナンデスの欠場により、エデルマンは3キャッチ72ヤード、94ヤードのパントリターンタッチダウンを記録した。このリターンタッチダウンは2001年のウィーク17、パンサーズ戦で、トロイ・ブラウンが記録した以来のパントリターンタッチダウンであり、94ヤードは、ベートリオッツの球団最長記録である。 この年エデルマンはリーグ2位のパントリターン1回平均15.3ヤードを記録した1位はシカゴベアーズのデビン・ヘスターであったこの年エデルマンは7キャッチ86ヤード21回321ヤードのパントリターンを記録した2011年シーズンエデルマンはウィーク10のジェッツ戦でディフェンスバック陣の怪我により4級に代役で ディフェンスバックとして投入された。初タックルは、ジェッツのラディニアントムリンソンへされたものであり、このタックルで、ラディニアントムリンソンは、膝の人体帯を怪我した。ウィーク11のチーフス戦では、ニッケルバックとして出場、また72ヤードのパントリターンタッチダウンを、記録し初の AFC スペシャルチームオブザウィークに、選出された。ウィーク12のイグルス戦では、 QB のビンス・ヤングにタックルし、タッチダウンを阻止、その週では、ハーデスト・アーキングマンに、ノミネートされた。エデルマンは、レギュラーシーズン13試合出場で4キャッチ34ヤード、パントリターンキックオフリターン合計で584ヤードを、記録した。プレイオフでの AFC チャンピオンシップ、レイブンズ戦では、オフェンスの67プレイ中27プレイに参加。 ディフェンスの73プレイ中27プレイに参加、ペイトリオッツは23から20で勝利し、第46回スーパーボールに出場するも、またも、ニューヨークジャイアンツに敗北した。2012年シーズンエデルマンはウィーク3の、レイブンズセニー以降怪我で3試合欠場する。ウィーク11のコルツ戦は、キャリアベストのゲームであった、5キャッチ58ヤードアンタッチダウン。 リバースプレーで47ヤード走り、2回のパントリターンで117ヤード、うち1つは68ヤードのリターンタッチダウンであった。キャリア3つのパントリターンタッチダウンで球団記録体と並んだ。エデルマンはこの試合前プレー合計222ヤード、稼ぎ、にタッチダウンを記録。翌ウィーク12のジェッツ戦でチームは第2球で5タッチダウンを奪い、 エデルマンはそのうち二つのタッチダウンに絡む。一つは22ヤードのファンブルリカバータッチダウン、もう一つは56ヤードのタッチダウンレシーブであった。エデルマンは頭の怪我で途中退場したものの、2試合続けてリターンタッチダウンとタッチダウンレシーブを記録した NFL で最初の選手となった。しかしながら、翌ウィーク13のドルフィンズ戦で、 エデルマンは右足を骨折で故障者リスト入りし、シーズンを終えた。旧試合出場で21キャッチ235ヤード、パントリターンキックオフリターン20回合計で301ヤードの成績だった。この年をもって、ルーキーからの契約を終了し、フリーエージェントとなったが、ベイトリオッツは1年で最大101万ドルで再契約した。潜在能力の高いものの、 出場機会の減少と怪我で思うような成績を上げられなかったがゆえにチームはエデルマンを破格の安さで引き止めることに成功した2013年シーズンこの年エデルマンはキャリアで最高のシーズンを送ることになる背景としては昨シーズンのチームの主要ターゲットたちがチームを去ったことであるウェスウェルカー、アーロンヘルナンデス、ブランドンロイド、ダニーウッドヘッド そこで、ウェス・ウェルカーの代役として、ダニーアメンドーラを、フリーエージェントで、セントルイスラムズから獲得、5年間総額2850万ドルで、高額契約し、期待されたものの、チームのオフェンスシステム習得に時間がかかり、トム・ブレーディとのコンビネーションが合わず、期待されたほどの活躍はできなかった。必然的に、チーム在籍が一番長いエデルマンが先発、メインターゲットとなる。 ウィーク1のビルズ戦で2つのタッチダウンレシーブ、3回のパントリターンで32ヤードを記録。キャリアで75回のパントリターンで975ヤードを獲得したことで1回平均のパントリターンヤード13.0ヤードで NFL 史上トップの記録をマークした。ウィーク12のブロンコス戦では9キャッチ110ヤードにタッチダウンの活躍で後半で24点差を逆転する。 歴史的勝利に貢献した。この年エデルマンは16試合で105キャッチ1056ヤード、6タッチダウン、35回のパントリターンで374ヤードを記録した。この活躍により、オフの契約公開では4年間総額1700万ドルの契約を勝ち取った。2014年シーズン2014年シーズンでは14試合で先発出場した。 シーズンの成績は92キャッチ972ヤード、4タッチダウンであった。ウィーク9のブロンコス戦では、パントリターン TD で84ヤードを記録した。なお、サイドラインでそれを見ていたトム・ブレーディは、全速力で、エンドゾーンのエデルマンまで向かって祝福した。このことについてエデルマンは、試合後のインタビューで、あんなに速く走ったブレーディは見たことがないよ、とジョークを飛ばした。 ウィーク14のチャージャーズ戦でトム・ブレーディが投げたパスをキャッチした後に2人のブロックをかわし69ヤードを走ってタッチダウンを決めた。これが決勝点となりベイトリオッツは23対14で勝利した。ポストシーズンでは2015年1月10日のレイブンズ戦でエデルマンはスクリーンプレイからのフェイクでトム・ブレーディからのバックワードパスをトリックプレーで ダニー・アメンドラにパスを投げ、ペイトリオッツの勝利に大きく貢献した。エデルマンの大学時代の QB としての経験が生かされたこのプレーは、彼自身 NFL に入って初めてのパスであった。なおこのプレーの布石のために、この試合ではそれまでスクリーンプレーを一切使用していなかった。この試合の後エデルマンは、 自身のウェブサイト ,julianedelman.com でこの TD パスを投げている自分をプリントした T シャツ、ザパスを販売している2018年シーズン第53回、スーパーボールで優勝し、MVP に輝いた。引退2021年4月12日、フィジカルチェックに不合格だったことを理由に、チームから契約を解消され、その直後に、 NFL から引退を発表した。ありがとうございます。